はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日はバスケットボールのパスのお話ですね。パスはハウよりも不縁というお話をしたいと思います。これ昔のラグビーの指導書で私がたまたま目にした言葉なんですけども、パスはハウよりも不縁という言葉があるそうで、非常にいい言葉だなって思うので今日はあなたに紹介したいと思うんですね。でパスの練習って皆さんやってますかね。選手の方であれば一生懸命やってますかね。それから指導者の方であれば毎日の練習の計画の中に入れてますでしょうかね。でこれパスってもう言うまでもなくすっごい大事なんですよね。でボール持ってる人は3つのことできるじゃないですか。シュート、それからパス、ドリブルで、これどれが一番試合中多く出るかって言ったら絶対パスなんですよ。シュート1回のシュートに対して、そうだな、まあ少なくともやっぱり2回3回4回とか多ければ10回ぐらいはパスがつながってシュート行くじゃないですか。でその中で、ドリブルをつくっていうことももちろんありますけど、ドリブルっていうのはボールを持ってる人がずっと長く持っちゃうってことになるんで、ディフェンスからするとこうあいつだけ止めればいいやみたいにできるんですよね。だけどパスがパッ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 ってこう回るっていうことは、絶対どんなに一生懸命こう走っても人の足よりパスの方が速いんで、パスがパッ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 って回ると絶対に間に合わないんですよ。どんなディフェンスも追いつけないんですね。だからパスがとにかく重要で、私はパスさえうまければシュートは入るっていうふうに、今自分が接している子どもたちにはよく教えるんですけど、パスがとにかくうまければ誰でも入るようなシュートチャンスが作れるっていう意味と、パスを出すっていうこのハンドリングですね、ボールここにありますけど、ボールをしっかり掴んでこう回転をかけることとか、ね、そういうようなタッチのところがしっかりできるようになれば、それはシュートのタッチも上手くなるわけですよ。だからパスをしっかりとキャッチができる、そして出すことができるっていうことができれば、シュートそのものも上手くなるということですね。パスがうまくつながるっていうこと自体がすごくいいシュートチャンスが作れるよっていうことと、パスが上手いっていうことそのものはハンドリングが上手いってことだから、シュートそのものも上手くなるっていう、そういう2つの意味から私はパスが上手ければシュートは入るよっていうふうに、選手たちには教えています。で今回のこのハーブよりも不縁ってどういうことかっていうと、ディフェンスをよく見ましょうって話なんですね。で一方のハウっていうのはフォームを作ろうと、っていうことなんですよね。でこれいや大事なんですよ、すごい大事なんですけど、このハウだけを極めていっても試合じゃ使えませんよっていうふうに私は思うんで、この以前ラグビーの本で見たパスはハウよりも上ですよっていう言葉がすごく突き刺さったんですよ。でフォームを作るってすっごい大事なんですけど、まずバスケットのパス の種類ってどれだけあるかっていうと、思いついただけバッとこう書いてみたんですけど、まずショルダーパスってありますよね。こうやって肩からこう投げる、ね、ショルダーパス、それからアンダーパス下から投げる、ね、アンダーパス、オーバーヘッドパスは頭の上から、ね、それからハンドオフっていうのは手渡しパスですねっていうのとか、これは体のどっから出されるか、ね、肩から出される、頭の上から出される、下から出せると、それ位置関係で名前がついている、位置関係で名前がついているということと、あとはバウンズパスね、床にバーンと弾むパス、フックパスっていうのは上から来るこういうパスですね、ループパスもそう同じだけど、ロングパスも長いこういうやつ、っていうようなパスのこういう軌道ですよね、パスの道筋によって名前が付けられてたりするわけですね。大体一度は聞いたことある名前だと思うんですが、一番基本になるのは何だよって言われると、これ1個抜けてますよね、分かりますかね。一番基本はチェストパスだよと教わりません？チェストパスが一番の基本だよ、胸から胸へ出すこういうパスね、一番基本ですよね。ただこれ基本なのはフォームであって、実はディフェンスに対してはあんまり使えないパスだってことに皆さん気づいてますでしょうか。チェストパスっていうのはですね、上からこう見たとしたら、ここにボールを持ってて味方がいたらこう投げますよね、こう投げますよね。その時に
自分にも味方にもディフェンスがいないっていう誰もいない2対0の状態じゃないと実は使えないパスなんですよ、チェストパスって、うん、まあ、逆に言うとそういう時は使っていいんですよ、正確に早く投げるチェストパス使っていいんですけど、強いチームと戦う時はここにもディフェンスがいるしここにもディフェンスいますよねって話です。そうなったらどういうパスがいいかっていうと、動いたこの瞬間に出すパスなんで、例えば片手のパスになるかもしれないし、ね、それからこっち見といてこう投げなきゃいけないかもしれないし、それこそバウンドをさせなきゃいけないかもしれないし、フッと浮かせなきゃいけないかもしれないし、これ答えはないんですよ。ディフェンスの状況がこうで今この瞬間に投げると、今この瞬間に投げるっていう、それがすごい大事なんですね。ディフェンスを見といてあっと思った時に投げるということが大事で、これを頭に入れないでハウ、フォームの部分だけずっとやってても絶対試合ではそのパスは使えないって、そういうことなんですね。だからフォームを作るの大事なんですよ。最初のミニバスとか中学生とかに、まあ、私高校生でもやったりします、ね、試合がない時期に基本練習ってことでそれこそ2人組のね、対人パスとか結構やったりするんですけど、それはやっておいた上で実際ディフェンスいるぞと、チェストパスなんかはディフェンスがいたら使えないぞ、レベルが高くなったら使えないぞ、どうやったらそのパスが出せるか考えてごらんっていうような指導をしないと、または選手だったら練習をするときにディフェンスが常にいるんだからこのパスは通る、このパスは通らないっていうことをやらないと絶対パスはうまくならないということですよね。なのでおすすめの練習方法としては、こう対人でいるじゃないですか、2人が、ね、こう横向きで、で普通だったらはいチェストパースって言ってボール持ちますよね。でパス出すじゃないですか。したらキャッチしてまた投げ返すじゃないですか、まあ、こういうキャッチボール当たり前ですよね、やるんじゃないですか。これはもちろん OK なんですけど、おすすめの練習法としてはボール2つ持ってください、ね、ボール2つ持ってください。で片方の人が上投げて片方の人はバウンド投げるというような練習をすると、これ面白くて、まあ、ディフェンスじゃないんですけど相手を見て投げるっていうことが頭に入るんですね。こっちの人はチェストパス、こっちの人はバウンドパス、はい、で先生がピピって笛吹いたら今度逆にするんですよ。こっちの人がチェストパス、こっちの人がバウンドパスなんてね、こんな風にやる。でまたピピって吹いて逆にする。そうすると間違えて、ね、ボールとボールがどっつんこぶつかっちゃってで笑っちゃったりとかして、そういう練習がすごくいいんじゃないかなと思います。またはじゃんけんをして勝った方の人ね、はいこっち勝ちました、こっちは好きに投げてると、で上投げたら下で返せよ、下投げたら上で返せよ、こっちの方が反応を見て返さなきゃいけない、その瞬間に出さなきゃいけないなんてことをするわけですよね。そういうような遊びの要素、相手がいるからその反応でパスをする、その瞬間を逃さないっていうようなことを頭に入れてパス練習をさせた方が絶対効果的です。最初はフォーム作るの大事かもしれません。こういう投げ方があるよ、ね、それを教えるのはいいかもしれませんけど、それをしつつそれだけじゃダメ、そうじゃなくてディフェンスをよく見る、今出せるその瞬間これを逃さない、ね、相手の手が上にあるんだったらバウンドパスを通すとか、ね、フェイクしといて手が下がったんだったら上からショルダーパスをするとか、そういう感覚を身につけるためにこんな練習をしたらいいと思うし、まあ、私はこのチャンネルの動画で何度も言ってますけど、すごくおすすめなのはドリブルなしの2対2、3対3、そして5対5、ドリブルなしの練習、これ本当面白いですよ。パスの練習だけじゃなくていろんなものに鍛えられますけど、まずは2対2、ね、それから3対3で5対5ということをやっていくとパスが身につくと思います。フォームだけじゃなしにそのウェンの部分ね、ディフェンスを見てさばくと、状況のこう駆け引き判断、そういったものが、まあ、こういう遊び的な練習と実践的な練習の中でドリブルなしで2対2、3対3、5対5やっていくということですね。まあ、これ人数増やすメリット、デメリットは5対5にするとプレーの選択肢が増える、だから状況判断のトレーニングになるけれども、どっちかっていうとこう立ち止まっちゃうケースもあるので、体力トレーニングにはならない。逆にこっち2対2っていうのはやれるプレーは限られる、
限られてくるけれども、その急ストップ急ラッシュっていう体力トレーニング要素はすごく高いということで、まあ、どういう目的で何をやるかっていうのはその時にやればいいと思うんですけど、とにかくドリブルなしでパスのキャッチとそれからウェンの練習ね、そういう意味でやっていくっていうのはすごく有効だと思うので、ぜひこのバスケの大学のチャンネルを見ていただいているあなたが指導者であればちょっと取り入れてほしいかなっていうふうに思う練習になります。まあ、今回はねパスはハウよりもウェンということでいろんな種類があります。いろんな種類が出せるようになった方がいいんです。だけど固定観念をなくしてあくまでもディフェンスをよく見る、よく見てこの瞬間どういうふうに投げたらいいかっていうのを常に考えながら実践に使えるパスを身につけましょうというお話です。はい、今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。このチャンネルでは、バスケットボールの悩み解決になるような情報発信をしています。もしよかったらチャンネル登録またはグッドのボタンを押して、応援してくださると嬉しいです。そして現在ですね、この動画の概要欄に、他の有益な情報も、リンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧になっていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。